番やもんな。これ、魔界村なんですよね。これ、前やったやつと同じですよね、多分。これ、ゲームボーイカラー版なんですよね。これ、前のと同じだと思うんですけどね。やっぱそうですね。これ前やったやつなんですよ。これね、前やったんですよ。ちょっと待って、これはな、前やったからな。これじゃないんですよ。これのね、アドバンス版だと思うんですよね。おかしいな。これ多分ドラキュラ伝説とか入ってるやつだよね、まとめて。あ、そうやね。これがドラキュラくんで、これがなぜかレッドアリーマーなんですね。んで、これは魔界村外伝だからかな。そうですね。魔界村外伝で。で、これ、あれですね。ドラキュラ伝説。で、ドラキュラ伝説2と、これは、女の子の、が主人公のドラキュラのやつですね、これ。だと思うんですよ。全部入ってるんです。ゲームボーイ版のドラキュラシリーズがね。そうですね。これ、そうなんですよね。で、これとこれ知らないんですよね、なんか。あ、これは魔界村ですね。ゴースト。ゴブリンっていうのは魔界村ですね。これゲームボーイ版のだから魔界村なんですよね。ちょっとやってみましょうか。ゲームボーイ版の魔界村ですよ。日本にはないですからね、これ。うわ、すごいな、これ。独特ですね。ゲームボーイカラーの言うたら魔界村ってことですよね。なんか動きが結構遅いですね。ね、レッドレイマー出てきますけどね。倒せるかどうか。やばい、やばいだ。あ、でも倒せた。あんまり強くないな。なんか動きが遅かったっていうかね。お、ジャンプ高いな、これ。落ちるかと思った。あ、しまった。半分までいったからね。ゲームボーイ版のね、魔界村って斬新ですね。あれ？ジャンプするのもなんかちょっと変ね。もうパッパッパって言った方がいいですね。なんか思ったよりこのアーサージャンプ力高いんですね。危ね。そろそろあれかな、一角獣かな。あ、一角獣出た。あ、倒した。あ、まだか。おお、倒した。初めてで1面クリアできましたよ。パスワードが出るんですね。もう見た目はね、パッと見はファミコン版のね、魔界村って感じなんですけどね。微妙にちょっと違いますよね。あ、やばい、やばい、やばい。危ね。あ。これ、なるべく無視していった方がいいんですよね。こいつらをね。死んでもうた。最後の一機やったのかな、今の多分。まあ、ゲームはですね。いや、面白かったですね。リセットボタン。これね、ドラキュラシリーズと魔界村がシリーズが
あれですね。なんか共演してる感じがしますよね、なんかね。まあ確かに似たようなね、世界観なんで。